手挙げて。ですね、小さな体ですが、本当に、舞踊家結成時から初代からですね頑張ってくれました。ナミはですね、新しいステージに向かって、そして新たな夢に向かって、舞踊家を卒業して頑張ってくれます。そしていつかまた舞踊家に戻ってくれる日が来るといいなと思ってます。それではエリサ踊らせていただきます。それでは参ります。よさこいエリサ琉球を構える。ボサのコーチの播磨屋橋でボサのコーチの播磨屋橋でありがとうございました。
ありがとうございました。よし、ありがとうございました。ノリノリ愛用家の皆様。